一流のアスリートの言葉には、人の心を打つ力がある。昨季はヤクルトを担当し、6年ぶりのリーグ V&20 年ぶりの日本一を取材させてもらう中でも、そう感じる機会があった。個人的に昨シーズンの MVP を選ぶなら、村上宗隆内野手を推したい。全143試合に4番、3塁で出場し、打率2割7分8厘、39本塁打、112打点。初の本塁打王とリーグ MVP を獲得した。多くの人が納得の受賞だったと思う。シーズン中から、村上の言葉力には心を動かされることが多かった。2年連続の最下位からの逆襲を期した春季キャンプでは、自分は最下位チームの4番。優勝できるチームの4番になれるように頑張りたいと宣言。有言実行の活躍で日本一までチームを牽引した。昨年12月15日の MVP 受賞会見では、まだまだ進化するところばかりだし、もっとできると自分のことを信じている。高みを目指して頑張りたいと宣言。自分を信じる力が若き主砲の原動力となっているのだと感じた。選手によって、思考方法は様々であることも感じた1年だった。今シーズンの指摘な MVP 候補として推したい奥川由伸投手は、村上とは対照的な思考の持ち主だった。昨季は中10日前後の間隔を空けながらではあったが、先発ローテーションに定着。18試合に登板してチームトップタイの9勝4敗。防御率 3.26。クライマックスシリーズ最終ステージ、日本シリーズでも初戦の先発を託されるなど、飛躍の年となった。プロ2年目を充実の形で終え、自信を深めた1年になったのだろうと思っていた。ところが、右腕の考えは違った。足りないところはたくさんある。まずはチーム以下で戦える体力がなかった。技術的にもやりたいことはたくさんあるので、どんどん突き詰めてやっていきたい。自信になった部分は、との問いにはきっぱりと言った。自信はずっとないんですけど、これからも多分ずっとないまま、不安と戦いながら毎年やっていくと思う。奥川の場合にはこれが足りないと自分を厳しく見つめる姿勢が成長の源なのだと感じることができた。一流選手の言葉には人の心を動かす力がある。ヤクルト担当を離れるが、今後もアスリートが発する一言一言を大切に受け止めていきたい。